浜派は日本海軍の駆逐艦、遊具も型駆逐艦の13番艦である。日本海軍の法令上は旧自体の浜派を使用し、戦闘商法や戦死総書でも浜波を使用するが、本記事では浜派とする。一等駆逐艦、浜派は日本海軍が マイル海軍交渉において1942年4月28日から1943年10月15日にかけて建造した遊雲型駆逐艦。竣工後、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入され、内海西部で訓練に従事した。12月15日府で第2水雷戦隊機関の第32駆逐隊に編入され、遊雲型4隻を揃えた。 12月下旬より駆逐艦裏風と共に波船団を護衛する。1944年前半の第32駆逐隊は分散して船団護衛任務に従事した。同期間中の2月25日、パラオ在白中の浜浜は臨時に第二水雷戦隊機関となった。4月中旬、浜浜を含め連合艦隊主力艦艇はリンガ白地に集結、訓練に従事した。 5月下旬までに第32駆逐隊はタウイタウイ白地に集結する。6月のアゴー作戦に参加した。この海戦前後、アメリカの潜水艦により 32× 両艦が撃沈される。第32駆逐隊は浜葉と藤波に減少した。10月下旬、32× は早1号作戦に伴う冷凍機海戦に第2艦隊司令長官。 栗田武雄中条指揮下の第一遊撃部隊に所属して参加、浜マは生還したが、藤波は従順洋艦懲戒生存者と共に撃沈された。また10月26日、第二水雷戦隊機関の軽巡洋艦の城が空襲により沈没する。浜マと周藻は生存者を救助に推薦司令部は浜マに移常し、本艦は臨時の第二水雷戦隊機関となった。 冷凍機械船戦直後、第二水雷戦隊は、冷凍と地上戦に伴う多合作戦に参加した。11月11日、浜浜は、第三次多合作戦に従事中、オルモック湾で、米軍機動部隊艦載機多数の空襲を受ける。遊雲型長波、島風型島風、秋月型若月、輸送船4隻、総海底1隻が沈没した。浜浜は、 高校不能となり、大島大佐及び、浜派乗組員を姉妹艦朝下に収容した後、放棄された。2018年1月、ポールアレン率いる調査チームは、オルモック湾の海底で、浜派を発見した。一等駆逐艦、浜派は1942年度火傷第341号艦として、舞鶴海軍工廠で建造された。 マイズル海軍交渉は本艦を含め遊雲型6隻の建造を担当した。1942年4月28日、第341号艦は寄港された。本艦は秋月型駆逐艦初月や島風型駆逐艦島風等と共に建造された。9月25日、第341号艦は特務艦2隻や潜水艦等と共に命名される。 同日付で各艦は官邸類別等級表に登録される。1943年4月18日、浜葉は浸水した。同日付で舞鶴陳述席と定められた。4月24日には遊雲型駆逐艦牧館並が舞鶴に到着した関東と共に修理に入る。9月17日、日本海軍は影楼型駆逐艦 時津風沈没時に駆逐艦長だった本倉、正義中佐を浜葉義総院長に任命する。また、初春型駆逐艦士被水雷長や、夕雲型駆逐艦長派春工寺水雷長等を歴任した西村正直大尉を浜葉義総院に任命する。舞鶴海軍交渉の浜葉義総院事務所は事務を開始した。10月15日、浜波は竣工した。 浜葉偽装院事務所は撤去された。同日府で、本総中佐は浜葉区畜館長となる。主な初代幹部は、水雷町、西村正直大尉、航海町、坂巻平一大尉、法術町等、正広中尉。1943年10月15日の竣工と同時に浜葉は、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入された。 瀬戸内海に開港され、約2ヶ月間にわたり、臨時編入艦と共に訓練を受けた。12月15日、浜葉は、第二水雷戦隊機関の第32駆逐隊に編入される。当時の 32× 指令は、白津湯型駆逐艦夕立初代艦長や、影楼型駆逐艦、時津風初代艦長等を歴任した、中原義一郎大佐であった。第十二駆逐隊は、 前月のラバウル空襲で遊具毛型駆逐艦10番艦の鈴波を喪失して3隻編成となっており本艦の編入により定数4隻となった。浜波の最初の外洋遠距離航海は波船団の護衛だった。日本陸軍第52師団を中部太平洋方面の各島に輸送する作戦である。複数運航される船団のうち第17駆逐隊司令。 谷保大佐指揮下のトラック域船団を波船団と称した。波船団の船団区分は高帝団、オッツ帝団であった。12月24日、浜葉はクレ港からウジナに移動して陸兵45名を受け入れる。同日、ウジナから再帰港に移動する。12月25日、波船団の第一帝団は再帰を出撃した。 1944年1月4日、波船団はトラック諸島に到着した。陸兵45名は浜派から退官した。1月7日、浜派は輸送船松江丸を護衛してトラック白地を出発した。9日、5072船団はポンペイ島に到着した。南洋第三主体は同島に上陸した。 浜葉は直ちに反転し、10日、トラック白地に帰投した。数日間、トラック白地で待機する。1月12日、早川三木を第二水雷戦隊司令官は、二水戦の駆逐艦しぐれと、浜葉を視察した。1月17日、二水戦の浜葉と島風はパラオ方面、派遣駆逐艦に指定される。第二海上護衛隊の指揮下に入り、 引き続き船団護衛任務に従事した。20日、浜派と第30号苦戦艇は、第7202船団を護衛して、トラック白地を出発する。1月26日、7202船団はパラオに到着した。1月30日、第2海上護衛隊の命令を受けた浜派と苦戦艇30号は、サタ船団護衛のため、パラオを出港した。31日に、 メレヨン島で下白した後、翌日出発した。2月2日、洋上で、サタ船団と合流する。特設苦戦艇一隻が途中で離脱した後、サタ船団は2月7日、トラック白地に到着した。2月12日、護衛艦艦,艦艇,艇は、サタ船団を護衛して、トラック白地を出撃、パラオに向かう。サタ船団は、旧艦サタ、特設旧平戦日ローマル。 特設水雷母艦上風丸、第二菱丸、北上丸であった。だが2月17日から18日にかけて、サタ船団はアメリカの潜水艦サーゴの襲撃を受けた。雷撃により日露丸が降沈。サタが航行不能となる。浜葉はサタを救援しつつ、対戦相当を実施した。19日、サタは特設旧平船新泊丸に栄光されて、パラオに向かった。 20日、サタ船団はパラオに到着し、その後の浜派は同地で待機した。2月25日午前11時前後、パラオに姉妹艦ハヤパと水上規模艦アキツが到着する。この少し前、空母を含む敵大部隊パラオ接近の報告により、遊撃部隊はパラオ在白艦艇のダバオへの開港を命じる。当時の第二水雷戦隊機関は、 従順洋艦長海だった。二水戦司令部は長海から浜派に移動、本艦は第二水雷戦隊機関となる。二水戦はパラオス移動で対戦相当を実施するが、直後に敵機動部隊は誤報だったことが判明した。ダバオ開港命令は命令は取り消される。二水戦機関は長海に戻った。3月中旬、高崎船団を護衛した後、 タンカーの護衛任務に従事する。4月中旬、リンガ白地に移動して、訓練に従事した。4月15日、第32駆逐隊司令は、中原義一郎大佐から降りた常世大佐に交代した。中原大佐は5月8日府で、軽巡洋艦ながら艦長に任命されるが、8月7日の同艦沈没時に戦死した。1944年5月、第32駆逐隊は、 全身根拠地のタウイタウイ方面に進出、航空母艦の訓練に協力しつつ、対戦警戒に従事する。だが、アメリカ軍潜水艦の活動により、日本側駆逐艦は次々に撃沈された。6月7日昼頃、早波がアメリカの潜水艦ハーダーの来撃で沈没する。第32駆逐艦隊は二隻編成となった。また早波沈没時に、早波艦長、 清水一郎中佐と折田大佐が戦死した。第32駆逐隊は一時駆逐隊司令不在となる。そこで玉葉艦長、青木球児中佐が6月15日府で第32駆逐隊司令に天任早葉艦長として着任予定だった千本木134中佐が玉葉艦長となった。6月19日のマリアナ沖海戦では兵部隊に所属して アメリカ軍と交戦した。同日の前衛部隊は空母3隻を分散させて臨境陣を形成しており、本艦は第11軍という区分だったという。前衛部隊では6月20日の戦闘で千代田、春名マヤに爆弾命中や資金弾による損害があった。マリアナ沖海戦は日本海軍の大敗で終わる。 日本艦隊は6月22日に中条湾に入港した。順次出発し、6月24日、柱島白地に帰島した。一方、第32駆逐隊のタマハと藤波は内地に戻らず、軽巡洋艦北上とタンカー、朝日東丸を護衛して内地へ向かう。7月7日、未明、マニラ湾沖合でアメリカの潜水艦ミンゴの来撃でタマハが沈没した。 青木中佐と千本木は戦死した。玉波喪失により、第32駆逐隊は遊雲型2隻に減少した。7月9日、遊撃部隊主体は薄木湾を出撃する。輸送物件の関係から、後部隊、オツ部隊という編成だった。7月10日午後、遊撃部隊主体は中城湾に到着した。沖縄の第32軍に対する輸送任務を行う。 同日夕刻、後部隊は沖縄を出発、リンガ博地に直接向かった。暴風雨に遭遇して、サミダレが一時行方不明になったが、他に特に異常なく7月16日シンガポールに到着した。ほどなく、オッツ部隊もリンガ博地に進出し、第一遊撃部隊は訓練に励んだ。8月25日、ガルワングル干渉で座礁していた白柿が型駆逐艦。 サミダレは、アメリカの潜水艦、バットフィッシュの来撃で、戦隊断裂、放棄された。第27駆逐隊は白露型駆逐艦、しぐれ一隻のみとなった。そこで、第27駆逐隊司令、大島一太郎大佐が、第32駆逐隊司令に任命される。9月1日、非71戦団を護衛していた藤波は、シンガポールに到着、浜派と合流する。 当時の第32駆逐隊は前述のように消耗を続け、浜派と藤波だけになっていた。10月18日、早一号作戦発動に伴って、第2艦隊司令長官、栗田武雄中将を指揮官とする第1遊撃部隊は、林間白地から出動した。ブルネー湾で補給の後、10月22日に出撃した。冷帝沖海戦における浜派は、 1> 第1遊撃部隊第1部隊に所属して戦闘に参加した。10月23日、アメリカの潜水艦ダータとで巣の襲撃により、第4戦隊の高尾型重巡洋艦3隻は大打撃を受けた。アタゴヒライジ第32駆逐隊は、第1戦隊の右舷約 2km を航行していたという、高尾及び護衛の朝下元長波はブルネイに向けて退した。 健在の鳥海は第5戦隊の指揮下に入った。また、アタゴ脱出後の栗田艦隊司令部は岸並みを経て、大和に異常、大和を第2艦隊機関として指揮を取る。10月24日、栗田艦隊は,は渋谷海で米軍機動部隊艦載機の空襲を受ける。一連の空襲により、武蔵が沈没、三隻損傷離脱という損害を受けた。 翌10月25日、栗田艦隊はサマール島沖で米軍機動部隊を追撃する。戦闘開始時の第一遊撃部隊は、第1戦隊、第3戦隊、第5戦隊、第7戦隊、第二水雷戦隊、第10戦隊であった。第二水雷戦隊は、米護衛空母部隊に肉迫できず、大きな戦果はなかった。二水戦は092次に、 巡洋艦一石撃沈を記録している。10月26日朝、第二水雷戦隊機関の軽巡洋艦の城が、第38任務部隊の艦載機の空襲を受けて、沈没した。浜派と周葬は、第二水雷戦隊司令官早川三清少将、の城艦長梶原木々大佐を含めに推薦司令部や、の城上院員の大部分を救助した。 第二水雷戦隊司令官と司令部は浜派に異常し、浜派は臨時の第二水雷戦隊機関となった。一方、沈没した従順町会より乗組員を救助して退避中の姉妹艦藤波は撤退中に空襲を受け撃沈され、藤波町会乗組員総員が戦死した。開戦後の遊撃部隊駆逐艦は燃料が切れかかった。 そこで先行してコロン島で補給を受けることになり、栗田艦隊主体に同行する駆逐艦は、磯風と雪風に減少した。野代生存者を救助した浜派と周走は、コロン島に直行。浜派は、タンカーに地栄丸から補給を受けた。大島司令改装によれば、浜派は、従順洋艦なちより、燃料補給を受けたという。10月29日午前1時、駆逐艦部隊は、 遊撃部隊主体に遅れて、ブルネー湾に帰島する。ブルネーに退却後の10月30日、第二水雷戦隊司令部は、浜派から大和に移動した。続いて、浜派は、マニラ移動した。11月5日、マニラ湾空襲により、従順なちが沈没、駆逐艦掛け物が大破した。他に駆逐艦沖並も損傷した。マニラ空襲による被害や諸事情により、 有速船団の第四次輸送部隊が先にマニラを出撃して第26師団の主力を海上輸送、低速船団の第三次輸送部隊が軍需品を海上輸送することになった。11月上旬、島風、浜配下第二水雷戦隊は、霊気島への日本陸軍輸送作戦に従事することになり、浜派は、 第3次輸送部隊に所属して11月9日午前3時にマニラを出撃する。第3次輸送部隊の編成は輸送戦合席護衛艦,艦艇である。途中セレベスマルガ座礁、護衛のため苦戦艇46号が分離した。11月10日21時、第3次輸送部隊はマスバテ島東方のブラックロック水道で先にオルモック湾への輸送を行った第4次輸送部隊と すれ違う。この時、第3次輸送部隊の駆逐艦2隻をマニラに帰討する第4次輸送部隊に移し、第4次部隊の駆逐艦3隻を第3次輸送部隊に加入させた。アメリカ軍魚雷艇の襲撃は撃退した。第3次輸送部隊は11月11日の正午頃にオルモック湾に到着する予定であったが、その直前に、 第38任務部隊の関西機347機による空襲を受けた。大島大佐の改装によれば、当時の陣形は、浜派、若月対島風長派総海底30号、浅島だったという。浜派は戦闘中に被弾して火事故障となり、続いて艦首に被弾する。合計3発被弾。また機重装車により戦死者、負傷者が続出した。 浸水が始まった、浜派では体艦準備が始まった。この時、0式艦上戦闘機もしくは4式戦闘機が出現して、アメリカ軍機の注意が分散したため、隙を見て、健在の姉妹艦朝島が浜派に接げした。大島大佐と本層仲裁家、約200名が横付けした朝島に救助された後、浜派は放棄された。この第三次多合作戦では、 浜派以外にも島風、若月、長波、輸送船4隻と総海底1隻が沈没した。第3次多号作戦、第4次多号作戦とも大損害を受け、さらに重装備、軍需品、兵舘部隊の揚陸に失敗した。この後、先に沈没した、長白地区艦長、日吉義少佐が生き残った、長波乗員数十名を引き連れて、未だ浮いていた浜派に乗り移った。 日田しさんは上院を各部署に配置させて、機関の再始動にも成功したが、マニラ機等に必要な寛容の真水が欠乏していたので浜葉を陸上放題にしようと決心した。しかし、潮流に流されて、角座に失敗し、浜葉に残っていた洋食で夕食を取った後就寝。翌12日、日田しょ最下の長波上院は浜葉を離れ、 陸上から迎えに来た大発に移って、レーテ島に上陸した。浜ハ,ハの船体は、その後沈没したとみられる。また、浜ハ,ハ生存者153名が、現地の海軍陸船体に編入され、マニラ市外線やフィリピン地上線に投入された。11月15日、第32駆逐隊は、解体。書類上在籍していた浜ハ,ハは、第31駆逐隊に転出。 同隊は遊雲型駆逐艦4隻編成となった。11月22日、本倉正義大佐は、浜八駆逐艦長の職務を解かれ、クレチンジュ夫婦となる。1945年1月10日、遊雲型6隻は遊雲型駆逐艦より削除。また、他艦と共に帝国駆逐艦席から除籍。所属していた第31駆逐艦隊も解体された。 2018年1月18日、ポール・アレン率いる調査チームは、調査船ペトレルにより、オルモック湾の水深316メートルの海底に横たわる、浜波の残骸を発見したと発表した。本倉正義中佐、1943年9月17日から1943年10月15日、本倉正義中佐、大佐。 1943年10月15日から1944年11月22日。ありがとうございます。